プロ野球のドラフト会議が明日開催され、今年も兵庫県ゆかりの選手の指名に期待がかかります。私立尼崎高校のスラッガーと上位での指名に期待がかかる関西学院大学の投手に今の心境を聞きました。尼崎市の私立尼崎高校、ここに今年のドラフト候補に名前が挙がるプロ注目の選手がいます。市立尼崎高校の米山光平です。自分のセールスポイントは長打力です。神戸市出身、私立尼崎高校3年の米山光平外野手。公立の U 私立尼崎で2年の秋から中軸を任された左の大型スラッガーです。初めて今日実は近くで、はい、お会いしたんですが、はい、体大きいですね。ありがとうございます。すごいですね。身長が188センチです。188、はい、体重が95キロです。太ももが、はい、かなり大きいですよね、はい、71、2とかぐらいです。キャプテンに馬って言われてる。身長188センチ、体重95キロの体格を誇る米山選手の魅力は長打力です。スイングスピードは高校生トップレベルの160キロ。高校通算のホームラン数は20本で、芯で捉えた時の飛距離は目を見張るものがあります。北館っていうんですけど、はい、あちらの校舎の一番上のガラスのとこぐらいまで、はいはい、練習試合の際に飛んで、それは一番人生で飛んだかな。長打力が武器の米山選手、誰かに似ていると思いませんか。そう、阪神タイガースの佐藤輝明選手です。米山選手と佐藤選手は共に兵庫県出身で、身長と体重がほぼ同じ。ツーベースヒット。構えや体格が似ていることなどから、米山選手は佐藤輝明2世とも呼ばれています。まあ、よく佐藤輝明さん2世っていうふうに言っていただけるんですけど、まあ、僕が2世でいいのかなっていうのはいつも思ってるんで、はいはい、本当ありがたいなっていう感じです。なんかバッティングフォームとか、はい、少し佐藤選手を参考にしたりすることってありました？ありました、はい、トップを作った時の割れであったりとか、はいはいはい、いうのものすごい綺麗な形されているので、はい、そこは参考にしたりとか、この、はい、ここの形です。ああ、なんかすごい雰囲気が似てる。潜在能力の高さが大きな魅力の米山光平選手。子供の頃からの憧れだったプロの舞台を目指し、ドラフトでの指名を待ちます。ワンスイングで球場を沸かせられる選手っていう、大谷選手だとか、まあ、佐藤選手っていうのはもうちっちゃい子供たちのみんなの憧れだと思うんですけど、まあ、そういう選手というか憧れられるような選手にはなりたいな。西宮市の関西学院大学、ドラフト上位候補に名前が挙がるのがこの投手です。関西学院大学の黒原拓海です。自分のセールスポイントは力のあるストレートです。関西学院大学の黒原拓海投手は最速151キロの伸びのあるストレートや140キロ前後のカットボールが武器で、大学ナンバーワンサウスポーと評されます。今ドラフトを目前にしてどんな気持ちですか？日が経つの早いなっていうふうに思って、まあ、ちょっとドキドキしてますね。どういう結果が出るのかっていうのは期待してますね。なるほど。黒原投手は智弁和歌山高校1年生の秋からベンチ入りし、3年生の夏には甲子園出場を果たしました。
関学入学後も1年生の春から公式戦に出場すると、今年春のリーグ戦では5勝を挙げて MVP など3冠に輝くとともに、チームの14期ぶりのリーグ優勝に貢献しました。順風満帆に見えますが、本人にとっては苦しい4年間だったといいます。こう先輩方のチームで投げさせてもらってる中で、まあ、全然数字残せなかったので、そういう意味で、まあ、たくさん迷惑かけたなっていうのは思いますね。こう、まあ、球種も少なかったですし、でコントロールも全体的にアバウトで、まあ、今よりもっと悪くて、まあ、バッターとしてもこうすごい絞りやすかったと思うので、2019年に監督に就任した本庄正明監督は、黒原投手の成長を次のように振り返ります。まあ、いわゆるピッチャーピッチングというよりは、あの思い切って投げ込むだけというところがあって、あのうまくはまるときは勝てたんですけども、なかなかやっぱそれが通用しないところもありましたね。だからも4年生になって本当のエースとしてやらないといけないという、まあ、そういうやっぱり自覚ですとか、少しこう気持ちが変わったところがあったんだと思います。黒原投手の成長に欠かせない打者がいます。学年が一つ上の阪神の佐藤輝明選手です。佐藤選手が近畿大学時代、同じリーグで2人は何度も対戦したといいます。まあ、佐藤さんがいる間は、まあ、自分の中でずっと打たれた記憶しかないんですけど、まあ、そう打たれていくことで、まあ、自分もこうカットボールだったりとか覚えたりとか、そういうピッチングの幅を広げることができたので、まあ、それが一つ大きな要因だったかなと思います。10月4日の関西大学戦、黒原投手は9回から5番手で登板しました。先頭バッターから見逃し三振を奪うと、1回を1安打無失点に抑え、ドラフト前最後の登板を終えました。強打者との数々の対戦を重ね、大学で飛躍した黒原投手。多くの仲間や指導者に恵まれ、関西学院大学の新たな歴史を作りました。黒原投手は間もなく運命のドラフトの日を迎えます。そうですね、まずは、まあ、入団して、じゃあそうですね、じゃあ新人をですかねチームの柱と言われるような投手の一員になれたらなと思います。